どうも山田です。山田チャンネルがですね、開設されてからおよそ3年半ほど経ちました。立ちましたんよ。今まではね、情報をこうやってしっかりとゴッとお届けっていう感じの方針だったりとか、長時間みたいなロケをやっていたところをですね、結構いろいろ変えてきてですね、むしろ二人ですね、安くんだよちゃんとかとも、仲良くやって、結構その、よりこう、カジュアルな感じのね、動画とかをね、出せたらなと。あとは企画系も出せたらな、みたいな感じでね、牛丼とか出しましたけども、っていう風にですね、いろいろ考えて動いていたんですが、3年半ほどやってですね、なんだかんだ2019年今までで一番頑張ったんじゃないかと。じゃあなんか節目だし買い物しようと思ったんですよ。その節目にちょうどいいなんか商品うわーって調べてたらですね、出てきたんですよ。ポケモンセンター渋谷で今販売しているいろんなグッズがあって、渋谷限定のね商品いっぱいあるんですけど、そのうちの一つですね、スワロフスキーですね。ポケモンカードのデッキケースとか、あとはそのカバンにつけるチャームとかね、いろんな商品があるんですけど、その中でですね、最初に僕行った時にですね、完売していたけれども、なんか再入荷をした商品があったんですよ。それが何かというとですね、ピカチュウのフィギュアなんですよ。怖いな。買いに行ってこようと思います。ちなみになんですけど、こちら、30万なんですよ。30万。いや、高すぎて、うわぁ、マジかと思って引いたんですけど、来年っていうかこの動画出てるのはおそらく2020年になってますけど、2020年ももっと飛躍しようというね、そういう思いを持って、購入しようと思います。はい、ということで、早速渋谷に行ってみましょう。はい、購入してきました。会社に来ましたので、ヤスとダヨがいます。います。はい。ちなみになんですけど、今日はポケセン行ってね、僕買ったものは2つあるんですよ。1つ目が、例のスワロフスキーピカチュウ。はい、はい。で、もう1個はですね、なんか年始とかに飾るのにちょうどいい、なんか招き猫風ゼニガメみたいなやつがあって、ニャスじゃないんだ。ニャスじゃないの、そう。招き猫風って謎ですけどね。まあ、一旦サクッとそっちも開けてみるから見ていただくことなんだけど、こっちがポケモンセンター渋谷に行くと普通もらえる紙袋。これすごいかっこいい。これかっこいいよね、普通にね。ポケモンセンター渋谷。そう、渋谷ってもう直接書いてあるから、もう限定なんですよ。他だとなんかその袋とかだったりするけど、多分ある程度その硬い商品とかだとこんな感じになるんでしょうね。真っ黒でしょ、まず真っ黒なんですよ。黒だ。で、これこっち向かせると、はい、ピカチュウがここにいるんです。シンプルがゆえにいかつい。そう、がゆえにかっこいいし、かっこいい。なんか微妙に違うわ、これ。ほら、ちょっとモンスターボールがね、ついてたりとかして、デザインがもう表も中も違うという状態になってます。はい、やば。ちょっとピカチュウの方が本当はね、僕も早く開けたいんですけど、まあなんかさっき言ったやつがね、どんなものなのか、ちょっとこれです。はい、これが普通の、はい、こちらです。ありましたね、それ。そう、遠飾りかっこ鈴ってことね。はいはい、あー、はいはいはい、鈴のね。そう、ちょ、これはもうサクッと開けちゃおうか。そうです、はい、こんな感じ。かわいいよ。かわいい、かわいい、かわいい。これはかわいい。これこういうことですね。やっと俺の顔を隠されてるピントがね。はい、そう。あ、なるんだ、なんか。へえ、かわいいね。これいいね。普通にいいよね、これね。なんか、トゥルットルだな。トゥルットルだな。トゥルットルだな。ゼニガメがトゥルットルの。これはちょっとお家に飾ろうと思います。それでは、はい、本命いきましょう。ケース越しに見るもんやと思ってました。普通はね。だから俺も今回これやった後にはケースに入れなきゃなと思ってる。そうっすね。そっか。飾るならね。スワロフスキーピカチュウ出てきますよ。せーの、てるってー。はーい。かっこよい。ああ、怖い。クリスタルストーンフィギュアみたいな感じで書いてあります。クリスタルストーン？クリスタルストーンフィギュアでございます。それでは皆様。いきますよ。うん。こちらがポケモンセンター渋谷店、でしか購入できないスワロフスキーピカチュウです。3、2、1、バイバイ。いやー、なんだこれは。すげー。うわー、スワロフスキー、うわ、なんかすみポストがいっぱい、周りにいっぱい、うわすっご、何これ
輝き具合尋常じゃないわ。キラッキラしてるよ。どうしたほっぺすらこのピカチュウ、どうしたピカチュウ、お前1000万ボルト出しそうだな。出しそうだな、こいつだったら出るわ、うん、10万じゃねえわ。せーの、出てきたよ、出てきたよ。おいで、あい、あい、あい、大丈夫。こちらがスワロフスキーのピカチュウでございます。後ろとか取りますか、後ろとか背面とか取りますか、背面とか。怖い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 、あー怖い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 、あーあー、ちゃんとしてる、めっちゃちゃんとしてるやん。あー、なんかついてますよ、かわいい。何、え、え、尻尾になんか尻尾の後ろから、あー、なんかついてるやん。これ、こんなんついてんだ。お尻の方見よ、下、下の方っていうのか 見るよ。あー、行くよ。重そう、重、意外と軽い。血普通っすね。お尻は普通、全部金っす。へぇ、これ30万、パソコンより高いよ、これ。瞳のお腹もちゃんと、うん、白と黒で別にしてあってね、うん、すごいな。いやー、なんだこれは、こんなの、眩しい。すごいね、ピントがバッチし合ったので多少は、うん、違うんじゃないでしょうか、見え方が。うわ、怖い。これやばいよ。持った感じどれぐらいの重さですか。あ、でも普通にそんなに 1キロはない。そんなにないんじゃない。へえ、うん、そんな、うん、いや大丈夫です。私は持ちません。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと持ってみな、ちょっと持ってみな。あ、意外と軽い、意外と軽いよ。そう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 、意外と軽いよ、意外と軽いね、意外と軽いよ。持ってみますか。ああ、うん、軽い軽い。みんな怖ってなっちゃう。はい、スワロフスキーを感じた。そう、このイボイボ、ですね、これをですね、多分動画でですね、これ紹介するだけだとですね、全然元は取れないので、うん、こいつを使ってまたなんか動画を撮ろうかなと。なるほど。検討はしております。なるほど。はい、でですね、この商品なんですけれども、あのポケモンセンターですね、今回僕はあのポケモンセンター渋谷店の方に実際直接行ったんですけれども、めちゃめちゃ在庫が少ないんですよ。あのこれだけじゃなくてスワロフスキーの商品いっぱいあるんですね、これ以外にもあのポケモンカードのデッキケースとか、うん、あとスマホケースとか、あとそのカバンにつけるチャームとか、うん、そんなもんだったかなっていうのが大体大きく分けると、ある商品なんですけども、今日の問い合わせた段階ではデッキケースとこれはあるって。いや、分かるんですよ。その無理な結果これになるのが分かんないです。はい、無理な結果30万になりました。はい、1回オープンした後に普通に売り切れてたんだって。これも、あ、これもこれも1回売り切れたんだって。誰、ね、誰と思って、本当に誰よ。そう、びっくりしたよ。だってこれさ、メルカリ探してみたんだよ1回ね、はいはい、売ってるやついねえだろうなと思ったら出品しててさ、1.5 倍の価格で売られてたよ。そう、45万で売られて、うわうわ、もうすでに 1.5 倍、うわ怖っと思って。なるほど、恐ろしい。まあ 10% 持ってかれてもプラスですもんね、うん、売れちゃったらね。そうだね、うん、そう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 。まあ結果でそれがね、今後の相場なのかどうか知りませんけど、うん、なんかその人だけがもしかしたらふっかけてる可能性もあるんで、まあまあそうですね、分からないんですけれども、まあ今までさ、ピカチュウ関連のねグッズってね、いろいろあったので、うん、まあたまにはこういうの買ってもいいかなと。本当に渋谷店以外での販売はしてません。あのポケモンセンター日本全国いろんなところにありますけどね、本当渋谷店限定です。でかつそのすごい人気なので、もしもあのこれ以外にもラインナップあるんで調べていただいて、あの欲しいなって思うものがあったとしたら一回電話した方がいいです。あの本当にあのネットとかだと分かんないんで、店頭にそもそも置いてあるのかどうかをポケモンセンター渋谷店調べればすぐ電話番号出るんで、そちらに電話して確認してください。僕も今日しました、実際。とはいえでもね、高いから。いや高いんだけど、でも、うん、でも完売だからすごい。まあまあそうですね、結構海外の人とかも買ってそう、てると思うわ。確かに海外の方は買うと思いますよ。そうだろうな、うん、オープニングをね、実はね2人がいない時に撮ってるからね、2人に言ってたんですけど、僕としてはね、あの山田チャンネル3周年頑張ってきたじゃないかと。また山田ね、そう、たまには自分にご褒美とかどうだろうみたいなねことを思い立って、まあじゃあ30万かと、って 3周年で30万か、まあ頑張ってみようみたいなね、そういった程度ですね、今回はい、こっちにしたんですよ。はい、にしてもやっぱりハラハラはするね。ということで30万円のピカチュウを購入いたしました。飾れるかどうかもちょっとあのドキドキしちゃいそうなんで、飾れないかもしれませんけども、うちに置いておこうと思います。動画でちょっと他の動画が出るかもしれません。はい、ということで今回はこの辺 で終わろうと思います、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。または私はまだ Twitter、Instagram やっております。編集の安田をも、持ってやってますので、よかったらフォローお願いします、はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。